スーパーマリオメーカー 2! 実はさ、スーパーマリオメーカー2がリリースされて30分後ぐらいに急いでステージ作ったんですよ。深夜に、12時過ぎに30分かけて作ったんですけど、もう投稿してるんだよね。ステージ投稿してるんだけど、そのステージもしかしたら他のプレイヤーの方にね、遊んでもらってるんじゃないかなと思ったので、ちょっと見ていこうかなと、自分の作ったステージを見ていこうかなと思います。超面白いスプラトゥーンのステージをレンガさん含めて14人が住んでくれました。これ僕のステージの名前です。スプラトゥーンをモチーフにしたステージ。コメントしてくれてるよ。コメント見よっか。どんなコメントしてくれてんだろう、気になるなあ。見て、クリア率 3.08%。 意外と難しいのでは。俺の作ったステージ意外と難しいんじゃない。コメント見よう。コメント、ファイヤーボールのところ難しかった、クリアできるとめちゃくちゃ嬉しい、いいか。いいか。あ、みんなコメントしてくれてる、嬉しい。ちなみにこのコースの ID はこれなので、もし気になったらやってみてください。建前はスプラトゥーンをモチーフにしたから、思う存分イカ使ってるんだよね。イカのステージになってるので、ここが冷凍庫になってます。イカがね、冷凍されてるところ。で、もうちょい先ビーンっていくと、火あぶりにされてるイカちゃん、ガスバーナーで火あぶりにされてるイカ焼きだね。イカ焼き、ちなみにイカ焼き欠点があるんだけど、イカだから出ちゃうんだよね。マリオのイカ出ちゃうんだよ。だからここ閉じ込めたけど意味ないの。みんなは俺の作ったステージクリアできるかな。よかったら挑戦してみてください。待ってます。コメントも待ってます。